東都大学野球の秋季リーグ開幕戦が松山市の坊ちゃんスタジアムで行われ、名門六大学が熱い試合を繰り広げました。実力の東都とも呼ばれる東都大学野球、昨年度から開幕戦を地方で開催していて、昨日から始まった秋季一部リーグには名門六大学が松山に集結し、坊ちゃんスタジアムを会場に開幕しました。今日も中央大学と青山学院大学の対戦など3試合が行われ、今年の全日本大学野球選手権で優勝した青山学院大学にホームランが飛び出すと、追う中央大学もすぐさまヒットを重ね同点に追いつきます。学生野球トップクラスの迫力あふれるプレーに観客も大興奮でした。